毎度おなじみ、若林のマイケル・ジャクソンこと、DOM の王子と申します。よろしくお願いします。 Thank you。 まだいいぞ。はい、野外のイベントこういうことがいっぱいあります。皆さんでね、せっかくこうして僕たち、メイクもしてきたということで、みんなでね一緒に会場中で踊りたいなと思っています。それではね、メイクを体験してくれた少年少女のみんな、はい、君たちは参加しないという選択権がありません。ステージの前へ出てきてください。あ、ちなみにその友達も強制参加ね。はい、じゃあメイクしてくれたお友達は前に出てきてください。はい、おいで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 、はい、友達も強制参加ですよ。あれ、こんだけだっけ、もっとしてたよね、メイクね。あれ、なになに、やり逃げ。はい、じゃあ参加をしてください。あの、他のね、メイクをしてないよっていう人でも、僕、私、あの、踊ってみたいよっていう人がいれば、ね、目立ちたい人は前に出てきてください。あの、その場で結構です。子供たちは起立、起立、起立、立ってください。こういう時にね、恥ずかしがってると、つまんない大人になっちゃうよ。ね。OK？ そっか。お前たちはそのまま死んでいくんだぞ。ね、大人たちも楽しい大人になりましょう、ね、一緒にぜひ踊ってください。じゃあね、レクチャーをやっていきましょう。ちょっと声が遠くなるかもしれないけどね。はい、それでは行きます。はい、両手を前に出してゾンビのポーズ。座ったままでも結構です。スタッフの人はみんな真似をしてください。はい、お願いします。はい、ゾンビのポーズ。そして上下に振ります、交互にね。はい、そのまま右に行きましょう。せーの、1、2、3、4つ行ったらピョーンと伸び上がってください。行きますよ、せーの、1、2、3、4、ピョン。はい、そしたら同じように戻って、5、6、7で高飛車なポーズをとってください。じゃあね、あの、みんなで10年早くてよって高飛車のセリフを言ってみましょうかね。ここだけはみんなで会場中一個になりますよ。いきますよ、せーの、10年早くてよ。もう一回、元気がない、いくよ。10年後なさそうな人もいますよ、ね、いきますよ、はい、せーの、10年早くてよ。はい、素晴らしい。はい、そしたら、ゾンビウォークいきましょうね。スリラーの一番有名なところですね。じゃあ右からいきますよ。じゃあもうみんなのために右から行きますよ。はい、行きます、せーの、右右右で3歩行ったら反対反対です。
そしたら左に3歩行って1、2、3で反対、反対です。もうちょっと練習してみましょうね。はい、3回行きましょう。せーの、右、右、右、左、右、左、左、左、右、左です。もう一回行きましょうか。はい、行きましょう。せーの、右、右、右、左、右、左、左、左、右、左。少年、少年、動きなさい。僕普段衝撃なさい。オカマやってるから、オカマでやった方がやりやすいか。はい、踊るわよ。ね、やりましょう。オカマでマイケル、オカマイケルで普段やってるんですね。やんない。はい、それじゃあね、最後行きましょう。最後ね、はい、パンパン来ました。歩きます。そしたら大きくイエイ、右手で大きくイエイ。そして自分のために小さくイエイです。で、イエイイエイです。できた。はい、じゃあ次、そしたら手を膝に置いて3歩で後ろ向きます。せーので、1、2、3歩。はい、そしたら前の人、あーっと脅かして脅かして、しっかり脅かして、そう。はい、そこから右足から7歩後ろに行きます。せーの、1、2、3、4、5、6、7歩。7歩歩いたところでテレッテって脅かしますね。終わるを取ってレッテです。はい、そしたら好きなポーズを取ってください。自分の一番好きなポーズを取って終わります。何でもいいです。好きなポーズを取ってください。分かんない人はわしのマークでいきましょう。はい、いきます。じゃあ、音に合わせてみんなで踊ってみましょう。今見てただけの人もね、できそうだなとか、やってみたいなとか、思ったらね、今ちょっと肌寒いじゃないですか。ちょっと体を動かしましょうよ、ね、みんなで会場一つになって踊っていきましょう。それではミュージックスタート。2曲目ね。はい、もうちょっと音を上げて、はい、いきます。せーの、参加していたみんなには1個ずつこのアメちゃんを渡してあげてください。こっち、はい、じゃあね、参加してくれた子どもたちに大きな拍手を。どうもありがとう。僕たちこうしてふれあい型マイケル・ジャクソンアミューズメントチームとしてね、ただただ踊るだけではなく、みんなで一緒に触れ合って、ね、一つのイベントをしっかり盛り上げていこうじゃないかということで、愛知県を中心にね、いろいろなところで活躍をさせていただいてます。で、僕たちがこの活動を始めたのがちょうど5年ぐらい前になるのかな。で、4年前からこの会場、はい、ね、若林祭り呼んでいただいてます。すごく恒例に行事としてね、喜んでおります。本当に僕たちがあんまり踊っているところがね、ない時から手をかけていただいて可愛がってもらっている会場です。とても嬉しく思っていますね。大切な会場です。これからも毎年ね、やってこられたら嬉しいなというふうに思っています。で、去年ぐらいからですね、ちょっと考えてたマイケルじゃんけんという最高の触れ合いのね、イベントをちょっと試験的にやっておりまして、高岡のマイタウンおいでんを皮切りにですね、外根の、お祭りとかで、団地のお祭りとかでやらせていただいて、今日がなんと3回目、少しは宣伝していきたいところでございます。ね、一緒にじゃんけんをしたら一応景品を今日5個用意してきました。じゃんけんで勝った人には、5個ね、景品をプレゼントしたいなと思ったら、みんな、